力水を口に含んだ力士。使った秘釈は呼び出しに返し、次に力紙を受け取る力水とは、大相撲における儀式の一つで、力士が土俵に上がった時に、他の力士から渡される清めの水で、神聖な土俵に上がる時に身を清めるために使われる。原則として重量以上の取り組みで使用する。水桶を白部坂と赤部坂の東西に一個ずつ配置し、 呼び出しが、水桶から飛釈で水を汲んで、力水をつける役の力士に渡し、これを力水とする。土俵上の力士は飛釈を受けるが、これを飲むのではなく、一口だけ口に含むのみ。受ける側は片膝を立てて行う方法が、本来の正しい形であるが、現在では、ほとんどの力士が、監修上尊虚の姿勢で力水を受けており、豊か魔性などが、数少ない例外である。 力水をつけた後は、ついで渡される力紙、半紙を反再し二つ折りにしたもの。化粧紙とも言う。で、口元を隠しながら含んだ水を土俵の側面にあるたらいに吐き、口や顔の汗などを拭いてからたらいに捨てる。なお、取り組みで勝った力士が力水をつける前に水を飲む、こともある。飛釈を使うようになった時期は1941年からで。 それ以前は酒を使用していた。2019新型コロナウイルスの対策に追われた大相撲令和2年3月場所では感染防止のために秘釈を控え力士から受ける所作は行うものの口はつけないエア力水となる方針を八角理事長が説明した。力水をつける役をする力士は原則として直前の取り組みで勝った力士であり、 負けた力士は力水をつけることができない。勝った力士は次の力士に力水をつけるまで土俵下に待機する。負けた力士は取り組みを終え土俵を降りると共に退場し、その方屋では力水をつける役は土俵下で控えている次の取り組みの力士が務める。重量や幕内の最初の取り組、み、初日と千秋楽の協会挨拶の直後の取り組、み。 先週楽のこれより三役の最初の取り組みでは、直前の取り組みの力士が両者退場をしているため、力水は共に次の取り組みの力士がつける。結び二番前の取り組みで勝った力士は次の取り組みの力士に水をつけた後、退場せずに控えに残る。結び前の取り組みで同じ、片屋の力士が勝った場合はそのまま退場。負けた場合は再度、結びの一番の力士に水をつける。 一方、結び二番前、結び前で共に負けた方やでは控えに勝った力士がいないため、結びの一番では土俵上に上がっている力士の付け人が花道に出て力水をつける。この場合も付け人なら誰でも良いというわけではなく、当日の取り組みで勝った付け人または取り組みがなかった付け人が力水をつける。この時付け人は浴衣を着て肩肌脱ぎの装いをする。 勝った付け人がいない場合、連絡不足により付き人が来なかった場合は、呼び出しが力水をつける。重量最後の取り組みでも、同様の進行となる。福岡県農型市の米花製造会社持チキッチが、自社製品の力水を1992年の3月場所から、無償で提供している。ありがとうございます。